皆さんこんにちはレック専任講師の赤松です今回は実践力パープ講座についてご紹介をさせてくださいこの講座は、えー、よく2年目の王道講座と呼ばれていますまず初級講座を受けられた方が2年目の講座として受講される 本当にこれれたくさんの方が選択してて受けられておりますそれから場合によっては数年前に一度勉強していたでも今回ちょっとまた勉強を再開してみようかなそんな方も大歓迎それから実践力パープ講座を受けてたで、えー、まあちょっとまあ今回え残念な結果になってしまったでそういった方がもう一度この講座で勉強してみようかな。 その方とも大歓迎です。はい、えー、まあ後ろに書いてますように改正サポート続きということで、はい、えー、来年の4月1日、えー、民法改正等またですね新しい改正が施行されます。まあそんなところにもバッチリ対応させていただいております。そして。 本講座立ち上げ担当講師による対応の講義とありますがまあ、ちょっとお恥ずかしいですが私、えー、少々試験の講師25年ほどさせていただいておりまして、えー、実践力パップ講座約20年前にできた講座ですで、その20年前の立ち上げ当初から実は私この講座にずっと関与してきてます、えー、当初からテキスト制作それから講義担当ずっとやってきてるんです なので、えー、赤松先生の実践力パープ講座、えー、まああんまりちょっとね皆さんにイメージがないかもしれないんだけど、まあ、実はずっとそういう形で関与している、えー、講座ですからその辺はもうご安心なさってご受講を検討してみてください。はい、では、えーとね、今回この実践力パープ講座なんだけど本当に大幅にリニューアルしました。どんなところが変わっているのかそれをこれから説明させてください。 はい、まずは丸一番。全論点網羅で不得意を克服。このコンセプトは変わっていません。実践力のコンセプトはとにかく全範囲全論点を網羅しようというものです。これは同じ。ただ、ちょっと私の講義すら違うと思ってください。はい、どんなやり方かというと、また後ほど、えー、説明いたしますけど。まず、皆さんの今の知識。 基本論点、それから無駄な知識、無理な知識、いろんな知識が混在しています。で、この知識から無理、それから無駄、これは省いてまず基本論点だけに絞っていきます。はい、でもその基本論点もやっぱりこうムラがあります。で、そこからムラをなくしてその基本論点カチッとした括弧とした 基本論点にまずしていこうここを目的とまずしていきます次に基本論点を固めた後はこれに関連する過去問をやっていきますあるいは記述問題をやっていきますこれをやることで皆さんのこの基本論点これがこ過去を増して厚みを帯びていきますそうすることで結果この小試験の全方位 全範囲を網羅できていく。はい、こんな形の方向性で私はね授業を進めていきます。はい、結果として偏りがない全方位得点力これを作っていきます。はい、では次の特徴。メインテキスト自体は当然改正部分ここは改訂しています。 ただまあそれ以外の部分はそんなに大きな書いてはありませんで、このメインテキストを使って次に new とありますが過去問レジュメはい、これは新しいアイテムこれを使っていきますメインテキストがあってそれにまつわる過去問レジュメまた詳細のちょうど説明しますこの二つを併用することでメインテキストでインプット過去問レジュメでアウトプットはい、このように 螺旋階段を描いていくように勉強できますそしてこのスパイラル学習これで皆さんの実践力これを飛躍的にアップさせていきます三番目はい、これもリニューアルしているところです 記述についても大幅に変わります。はい、まず、えー、卓一編の方なんですが、記述コーナーというものを設けます、えー。これは卓一編は当然、えー、卓一中心に勉強していくんだけど、卓一の勉強をやりながらこれに関連する雛形が出てきたな、はい、そういった時に。 テキストの中に記述コーナーというものを設けてます。で、そっちに移って、皆さんに、えー、記述、これ,もうこれはねあの穴目方式になっていて、本当に基本の雛形です。これをそこで勉強しましょう。ということを卓、ね、越やりつつ、並行してやっていきます。えー、この記述コーナーで、もう本当に色派、えー、の雛形、基本となる雛形、これを勉強してもらいます。はい、そして次に、 え当然記述編がございますで、この記述編の方では百項問題集を使っていきますこれは例年通り私のオリジナルテキストですけれども不等法100問小等法100問それぞれ100問ずつ入ってますで、えー、これはさっきの記述コーナーと比べると少しレベルアップしたものまあ、当然一問一答形式です一問一答形式だからそこでひな形も勉強できて、えー 記述に出てくる、いろんな、論点。この勉強できるようになってます。けど、まあ、若干ハイレベルとは思っておいてください。はい、そして、勉強の仕方として、例えば、記述が。えー、もう、全くも、これからなんだ、という方は。まず、その卓一の記述コーナーで。本当に、基本のひながと覚える。ね、そうすると、これにリンクする。ええー。記述編。の、問題、こちらがございますから。 次はそっちに移動してもらってちょっとレベルアップの問題を解いて応用力を身につけていってもらうねそんな形でやってくださいあるいは記述がもうある程度できるんだっていう方であればもういきなりその記述編テキストねこっちから入ってもらえばいいですえそしてこの記述編テキストこれも、えー、講義のやり方今回工夫していますコマ数としては3時間 ×5 コマになってます不等法、小等それぞれ で、その中で、三時間かけて、ずっとこうテキストを、えー。説明していくんじゃなくて。問題が百もありますから、くいっていきます。第一項は、約十分で解説。で、次に、第二項、同じく約十分で解説。こんな感じ。はい、なので、えー、こんな使い方もできます。今日は、第一項をやろう。で。 10分解説を聞こうで明日は第2項をやろうで10分解説を聞こうはいこんな感じで例えばね朝にそれを10分時間とってやろうってことだったらまあ、10分朝あるいは自分のライフスタイルとしてもう既屈はもう全部、ね、まとめてやっちゃいたいんだってことであればもうその3時間の講義ですねまとめて聞くっていうのも、えー、結構。 えー、皆さんの,そのスタイルに応じて、えー、いろんな学習方法が取れるように工夫をしていますから場合によってはねこう一個一個区切ってますから順番にく、えー、聞く必要もありません。今日は1個を聞いたけど、ね、次はじゃあ、えー、ちょっと飛んで29個とかねそんなのも OK。はいそんな感じで、えー、記述コーナーがあって卓越のように記述コーナーがあってで記述テキスト 100個問題集だけど、えー、1個10分ずつみたいな感じで説明しているから細切れに皆さん学習していくことができますでちょっとここで申し訳ないんですが、えー、講義が3時間ける5コマなのでこの時間でいくとそこで1問10分で説明していくとおおむね説明しているのはその点とと思ってください。で残りの20問これは自主学習とします。 で、それは当然、皆さんが、こうテキストを見てもらって、自分で問題、えー、読んで。で、解説見てもらったら、これでも自分で、えー、わかるなっていう問題、ね。そういった問題について、自主学習、としていきますからね。まあ、当然難しいのは、説明していきます。はい、それでは、次はテキストです。はい、まず、えー、不動産登記のテキスト。 ですが、えー、場合によってこのように <laughs>、えー、図表を盛りだくさん、図を入れています。で、これは、えー、とテーマによりましては、文章でこう覚えるんじゃなくて、こうまとめて覚えた方が覚えやすい、えー、というところもあります。はい、えー、そういったところはこのね、えー、図表を入れています。 で、えっ、ー、と、こちらは、ね、定当権。の、全部譲渡、というところ。で、えっ、ー、と、これなんかは、全部譲渡、えー、分割譲渡、一部譲渡とね、あるけど。それぞれ、バラバラに覚えるんじゃなくて、あの、まとめて覚えた方が、この辺は効率的なんです。ね、なので、このように、強いまとめてます。で、さらに。えー、全部譲渡って、どんな手続きなんだろうか。ね、この文章で書くと、ちょっとね、難しいんで、そのような感じの図。 エックスが持ってたね定当権を丸ごとワイに譲渡する。これが全部譲渡ですよっていうことで、まあ、民法とか不動法はこの権利変動が大事ですから、この権利変動が文章ではわかりにくいっていうところについてはそのように図を盛りだくさん、えー、盛りだくさんとねしております。そういう形で皆さんの理解を手助けしていきます。隣が会社法でこれマーカー入ってますけどテキスト最初はマーカー入ってません。 これは講義の中で私がここにマークを入れてくださいと指示を出していきますから皆さんそれに沿ってマーキングをしていってもらいます。でははタイトルブルブーーーででママクククししまますす本文ピンこれは皆さんご自身好きな色でやってください。で本文は黄色でマークする人も多いと思うんだけど私も昔それでやってたんだけどそうするとあの生クラスで「 前の画面に映したときにその黄色だと見にくいっていう声が多かったんでねで今あの見やすいようにピンクでマークしてますでまずタイトルマークするのはこれは何のテーマなのかこれがパッと見て分かるようにで本番当然そこ重要なところをマークしますえそして次にそこのサンプルにあるように、えー、カット私の講義ではもうどんどんカットを入れていきますそこ C ランク論点 でマークが A で印入っているところが B ランクでカットが C ランクですでこれは前半にわたってそういった作業をしていきます私の授業では特にそのの C ランクが多いいと思ってくださいなので場合によってはテキスト数ページにまたがって何ページから何ページまではカットしていってくださいそういうことも出てきます。じゃあねそののカットししたたとこころどうしたらいいのかこれは たまにトーレンの枝とかあるいは過去門の枝で、えー、枝レベルでで出てくるようなな細かい論点なんですだからこれについては問題なんかで出てきたときにそのテキストの該当箇所に戻って見ていただくそんな感じで OK なので常日頃から読んでで覚える人はなしですむしろそれやると非効率的皆さん復習の時はマーク、えー、また印がついてる A ランク論点 B ランク論点そこだけを読んでください。 でそこをしっかり覚えること。はい、そしてこれに対応する過去問レジュメというものがあります。はい、これはあの新しいものですけれども、これはテキストの過去問番号にリンクしています。なので、えー、まあ、枝別に並べて書いてるわけだけど、テキストでインプットをやります。その順番通りに過去問レジュメの方で過去の本試験問題を確認していくことができます。どんな感じで出てるのか。 なおかつこの過去問レジメは単に枝を並べているだけでなくてそちらサンプルでわかる通りキーワードを付してます。で、このキーワードを見,、えー、見ることでこの問題のポイントがどこか、ね、そこを把握してほしいんです。それとコメントも付してます。この問題の、えー、ポイントはこんな感じですよ。はい、このキーワードとそれからコメント これが皆さんの過去問学習に非常に役立つことと思っています。過去問は普通に勉強すると、単に文章をざっと読んで丸かばつかって判断になります。で、これだとね。あんまり役に立たないんです。そうじゃなくてその問題、えー、まずポイントがどこか問題の趣旨は何なのか、ね？そこを理解することで、なおかつテキストとリンクしてますからね。当然これ、皆さん勉強してたらテキストと過去も並べて。 ね、まずテキスト読んで、で、過去問を解く。そしたら、過去問を解いたら、また。ちょっとテキスト戻ってみようかな。こうなるはずなんですね。そうすると。その過去問から。二倍三倍のことを学ぶことができます。そこを過去問を本当にうまく活用してほしいんです。過去問のね、あの。使い方として。例えば過去問で一の知識があって。その一の知識から。 一しか学べない。あれも下手すると0.8ぐらいしか学んない、ね。これは効果が悪くて、一の問題から二も三も学ぶ、ね、いうように使ってほしいんです。それができるのを工夫してます。ね、それはやはりその過去問のポイントを捉える丸罰の暗記ではなくて、ね、からそのね、えー、コメントねコメントで過去問で問われているね論点を確認する。 でテキストとリンク付けをしていくね。こんなことでその過去問が皆さんにとって2倍にも3倍にもね、えー、それによって知識が膨らんでいくことになります。奇術コーナーこんなものになります。<laughs> これは所有権保存登記の本当基本的な雛形、無シになってます。文章上の2行それぐらい。 表題部の所有者が A さんで保存登記の申請書を書いてください。ね、これまず卓一でやるからね、卓一でやって、こっちの記述コーナーに移って、これちょっと考えてみましょうっていう、そんな感じでやっていきます。で、そこには回答ないけど、当然テキストには回答を載せてますよ。はい、こんな感じでまずは、えー、基本的なひな形を勉強しましょう。で、これをやったら次、百項問題集。こちら少し発展となります。ただし、 問題は本試験のように何件も書かせるんじゃなくて、えー、概ね一件とか二件という問題です。ね、ただ記述コーナーで学んだひな型、これをちょっと応用して、ね、少し難しめのひな形になっていたり、ね、あるいは、えー、その記述で、えー、使ういろんな論点ね、そんな論点も随所に盛り込んでます。なのでこの百0個問題集を使ってもらうことで、えー もう記述で必要な,ひな形これも自然と勉強できるしそれから、えー、記述で出てくる論点、ね、これも、えー、たくさん、ね、このテキストで吸収することができます。はい、えー、こんな感じで記述の方は進めていきます。はい、じゃあ実践力パープ講座をもっと知る Q&A。Q A 学習経験者向けということで難しそうなイメージがあるんですが私が受講して大丈夫でしょうか大丈夫です。これねよく受ける質問なんだけど基本的にこの実践力パープ講座は基礎のやり直しです。だからやることは初級講座と全く同じです。ただし一点気をつけてほしいことがペースが早いですそれは分かっておいてください。 初級構図の半分ぐらいのコマ数でやっていきますから、ね、ペースは速いただやる内容同じなのでちょっと復習頑張ってもらわついていって、ね、で、えー、終わった後と復習でテキストとさっきのように角問レジュメ並べてね、えー、それでしっかりとそこね復習していくちょっとそこは時間がかかるかもしれません。ね、でもやることはもう本当基本ばっかり、ね、なのでそこは安心してください。 ですので、すのの実践力パープ講座は、ね、あの本当にまもうちょっと一応一通り勉強したんだけども全く身についてないっていう方は OK だしねそれからあの場合によってはある程度できてるという方であってももう一度もう基本をしっかりと再確認したいんだという方、ね、そんな方にも向いています。 赤松講講師の講義スタイルはい私のねモットーは私小聴者の講師はもうおおむね25年ほどさせてもらってるんですが実はその前進学塾の講師、えー、まあ小中学生相手なんていうかねこれを5年間ほど、えー、これはあのプロの講師としてやっていました。なのでもうそこ入れるともう計30年になるんだけどもうそのとこから もう私の信念としてね、持っていることが。そこことわざ書いてるけど、あぶはち取らず。二頭を追う者は一頭も得ず、そうならないようにしようということです、ね。要は難関試験だから、ね。百個覚えたい、わかりますよ。ね、でも、私が例えば百個を講義して、皆さん百個覚えられるでしょうか。 それは無理だと思うんですでそうじゃなくて私の考えは皆さんに9教えて例えばね9教えてそのうち3しか定着しないそれだったら皆さんに6教えて4定着させるこっちの方がいいだろうというのが私の考えなんです。はいまあそれがもうシンプルイズベストとこ、ね、なので私はもう皆さんに教えることは極力絞っていきます。 でもうさっき言ったようにどんどんシーランクローンの点としてカットしていきますただしその分絞った分皆さんはそこの精度を高めてほしいんです、ね、その絞り込んだ分はもうしっかりと覚えていってくださいそういう形でもう基礎をしっかりつけることはい、えー、講義の進め方 大胆なランク分けをしていきます。まあ、これは前半にわたって行っていきます。ここは A. ランク、これ B. ランク、で、これ C. ランクカット、ね、これは前半でやっていきます。で、えー、まあ、この実践力のコンセプトが、全論点、前半の網羅。これが論点、えー、っと、ごめんなさい、コンセプトなんだけど。そこの私の考え方は、全部を説明するっていうことじゃなくて。ここは A. ランクですよ。これは B. ランクですよ。で、ここは C. ランクですよ。 という形で、前半を指定する。ね、それで、その前半の中で、重点的にやるべき部分と。そうずない部分を、分けていく。メリハリをつけていくっていうことです。まあ、それが、私が考えている、前半の網羅です。はい、ですので、えー、勉強するところを、絞り込んでもらえるということで。 えー、すごく勉強がやりやすかったっていうね、あのありがたい声をねたくさん頂戴しているところで、えー、ございます。テキストこれは初級講座で使うブレイクスルーテキストのコンパクト版と思ってください。ブレイクスルーテキストをねこうぎゅっと凝縮してレジュメ化したもの。はいですので。 1>, 1年目でブレイクスルーテキストを使って勉強された方その方はこの実践力はもうスッと入っていけると思いますでその時はもう実践力のテキストをメインテキストに置き換えてくださいでブレイクスルーテキストは、えー、その補助教材として辞書代わりに置いといてくださいちょっと実践力でわからなかったなっていうところがあった時にちょ,、えー、ちょっと辞書的に見るようなね感じです。過去問レジュメ。ははい、これは 推論型問題や法改正による削除問題、これは一部を除いて全枝を載せてます。なので二にこう適当に枝をピックアップしたものじゃありません。はいですのでこの格問レシピをやってもらっても格問の前半を網羅できるということです。ただし年度はちょっと区切ってます。そこの通り。民法と不動法は問題数多いから平成十三年以降としてます。 まあただそれでももう20年以上あります。会社法は18年以降、商法以下は概ね元年以降、憲法は15年からですから15年以降の問題、司法書士法も同様です。はい、そしてこうなかで、えー、会社法、えー、18年に大改正があったんで18年以降としてます。まあそれ以前の問題は、えー、旧商法の時代の問題なんで。 これを、ね、解くとちょっとあの混乱するかなっていうところがあるのでこちらで省いてます。で平成18年以降でちょっと問題がその分少なくなりますのでそこについては司法試験の枝を随所に入れてます。で司法試験の枝っていうと難しくありません。司法試験の問題の中で司法書士と同レベルあるいは司法書士兼で出されてもおかしくないような枝、ね、それを随所に盛り組、えー、む形で、えー、分量を増やしています。会社はそのように 考えておいてください。そして確認テスト毎回これ実施でいきます。前回やった分の範囲の確認テストそれを次回でその次の講義はねまた次に確認テストこんな感じでこれは過去問レジュメの中から出していきます。はいですのであのまあ十問、えー、丸罰形式で過去問レジュメから出すんで皆さんは、えー、この確認テスト これで点数を取るためにそ、えーそ、そこまでに強制的に過去問練習メの復習をしてこないといけないねということになります。はい。なので、これが皆さんの過去問学習の良きペースメーカーになると思ってください。ね。これをペースメーカーにしてください。毎回毎回実施される確認テスト。ね、そこで10点を取るんだ、満点を取るんだっていう意気込みでね。そのためにねそこまでの過去問の範囲、これしっかり復習していくんだ。 ね、そんな感じで勉強していきましょう。で、えー、っと今の確認テストだけど、えー、時間帯としては生講義の開始前にやります10分前。で開始10分前にやっていただいてそして生講義がスタートしたらその講義の冒頭で私が解答を示します。それでで皆ささん自己採点してくださいで ウェブでご覧の方は、ウェブ上で見れるような形に、しておきますから。ね、まあ、そちらで解いてもらって、同じく講義開始冒頭の。ところで、回答を確認していただく。そういう形で進めてもらうことになります。はい、それからスケジュールですが。はい、これもね、今回すごくシンプル、すっきりしました。新宿エルター本校で、日曜日基本的にです。 まあ、たまにあの祝日入るけど、基本的には日曜日2コマです。日曜日の11時から14時。そして15時から18時。梅田駅前本校こちらは平日の木曜日の夜の時間帯15時から22時。はい、そして。新宿の方では主要4科目を進めていきます。梅田駅前本校の方ではマイナー科目を進めていきます。 はい、こういう形で日目にやっていきます。で、当然それぞれ同時中継しますので、えー、日曜日であればまあ、新宿の方ね、そして、えー、梅田駅前本校にお越しいただいても梅田の方でその新宿でやってる生講義これをリアルタイムで見ていただけるという形です。まあ、逆も同じです。はい、そしてま当然ね、えー、ズームで見ていただくっていう方法もございます。 はいこんな感じのねスケジュールでまた九千円は別途ねあの並行して、えーまあ、これは上の方で見ていただくという形になるけどねまたあの並行して進めていっていただくことと、えー、なります。記述の方がそっち書いてますねえっ、ー、とね大体秋口ぐらいショートがちょっと遅れますけど年末ぐらいかなそれぐらいでスタートしていく形になっていきます。 それでは、えー、と実践力パープ講座、まあ、今お話をさせていただいたとおり今年はねもう本当に大幅リニューアルしていますぜひ期待しておいてください。で、まあ、2年目の王道講座ということだけど、えーまあ、初級講座を終えられた方、ね、そして、えーまあ、さっきも言ったけど何年か前に勉強してちょっと再チャレンジをしてみようかな、ね、から、まあ、実践力を まあ過去受けてたんだけどもう一回この講座でやってみようかな、ね、もう本当にあのそういったたくさんの層の方この講座受けられてますからねもう皆さん大歓迎ですぜひこちらの講座ね、えー、受講を考えてください私も、えー、皆さんと一緒に勉強できること、えー、心から楽しみにしてますはいそれでは、えー、ぜひねこちらの講座の方よろしくお願いいたしますじゃあ、えー、本日は 動画のご視聴ありがとうございました。